ガンダムベースライブをご覧の皆様、こんにちは。ガンダムベース東京の BB マイスター若尾です。今回ご紹介するガンプラは BB 戦士ガンダムベース限定ユニコーンガンダムペルフェクティビリティです。こちらのガンプラは全世界のガンプラファンに向けた公式ガンプラ総合施設ガンダムベースの限定ガンプラとなります。新規造形パーツを追加した BB 戦士ユニコーンガンダムがペルフェクティビリティとなってガンダムベース限定品として登場します。それでは実際に動かしていきましょう。それではですね、ペルフェクティビリティ実際に動かしていきたいと思います。まずですね、ユニコーンモードからデストロイモードへの変形をご紹介したいと思います。それではですね、こちら、まず特徴としますビームジャベリン、こちらがね、新規造形で付属いたします。このね、刃の部分が2枚クリアパーツで造形されていますので、組み立てるだけでこうカラフルなビームジャベリン再現することができます。 BB 戦士サイズでの初めてのね、こうキットで付属するパーツなので注目のポイントとなっております。はい、それではですね、頭部からまず変形をしていきたいと思います。まずですね、こう頭部外していただいて、側面のねパーツをこちら向きを変えて、またデストロイモードにつけていくんですけれども、2枚外して、このねフェイスパーツ前後入れ替えることで、で側面パーツ向きを変えてつけます。そしてですね、はい、角を開くことで、はい、頭部デストロイモードこちらで変形完了となります。はい、こちらシールが付属することでね、青のカラーリングを再現しております。次にですね、胸の変形なんですけれども、左右に開くことでサイコフレームが露出して、前面のパーツですね稼働して開くようになっております。続いて腰の部分ですね、この腰の下の部分も展開するようになってまして、後ろの部分も開くようになっております。はい、徐々に、デストロイモードの片鱗が見えてきたんですけれども、続いて、肩ですね、一旦、そうですね、じゃあ外した方がやりやすいかな。一度ですね、こう外していただいて、肩の部分はこう上のパーツをですね一度取り外します。で、側面のですね、こちらのパーツは外側に一度、外してから付け直します。これを左右両方行います。こちらですね、こう穴が2箇所ありますので、外側の方につけるようにしてください。で、こちらですね、こう左右入れ替えることでデストロイモード用の肩が再現できるようになっております。はい、こちらで肩の変形が完了となります。で、続いてですね、アームドアーマー、まずは、ビームスマートガンのアームドアーマー BS ですね。こちら、腕の部分に
外側からつける仕組みになってるんですけれども、こういった感じでね、腕の側面の穴接続できるようになっております。こちらアームダーマー BS はこの軸でね回転することによってスマートガン状態にすることもできます。同じく、左側の、アームダーマー VN ですね、バイブロネイル、こちらは、稼働する部分がありますので4箇所開くことによってデストロイモードを、ね、爪を開くことができます。はい、これで、腕の部分の変形完了となります。はい、続きまして、ペルフェクティビリティのね重要な要素でもありますアームダーマー DE2 枚ついてる背中ですね、こちらを変形させていきましょう。こちらのですねアームダーマー DE の、スタビライザー、こちらもね2枚新規造形でついております。まずですねこの2枚を接続するアームとアームダーマー XC ゼノコネクト、こちらを外して展開していきたいと思います。一度ですねこのアームから外してアームドアーマー DE の変形になります。上下のねこちらの4枚を展開させて、でシールド部分のねクリアパーツも開くことができますので、よいしょ、はい、これをですね2枚ともこの状態にしておきます。はい、2枚目も変形完了です。続きましてアームドアーマー XC ですね、背中の部分につくんですけれども、こちらも、左右とも展開させておきます。はい、こちらが左右展開した状態になります。はい、続いてこちらビームサーベルの部分ですね、こちら一度取り外して左右を入れ替えてデストロイモードを再現するようになっております。はい、それではですねこう変形させたビームサーベルの後ろにですねアームドアーマー XC がつくようになっております。こういった感じですね、一気に背中のボリュームが出てきたのがわかるかと思います。そして、外しておいた接続アームを背中に付け直してアームドアーマー D を、はい、再び装着します。はい、徐々に見えてきましたね、デストロイモードが。そしてではね変形させた腕を2本つけていきましょう。まず右腕から、はい、で左腕もつけます。そして、頭部ですね、はい、こちらをつけてですね、アームドアーマー BS をね折りたたむことによってジャベリンを持つことができますので、はい、
これでユニコーンガンダムペルフェクティビリティデストロイモードの完成となります。かっこいいですね。という感じで、ユニコーンガンダムペルフェクティビリティデストロイモードの完成でございます。最高フレームの部分ですね、こういった感じでクリアブルーの成形されてまして、あと新規造形のスタビライザーですね、ビームジャベリンが大きな特徴となっております。こちらですね、アームダーマー D を、接続するアーム、そして、右腕にはアームドアーマー BS ですね。で、左腕にはアームドアーマー VN、 背中にはアームドアーマー XC がついて、てんこ盛りのユニコーンガンダムペルフェクティビリティ完成となります。はい、ではここからはですね、皆さん気になる、他のね、SD キットとの、比較をお送りしたいと思います。まずですね、 BB 戦士のユニコーンガンダム、ユニコーンモードと並べてみたんですけれども、一番の大きな特徴としましてはサイコフレームですね。こう赤のものからペルフェクティビリティは、シールドですね、よく見るとわかると思うんですけれども、ブルーの成形となっております。でですね、ボリュームの比較としまして、こちらフルアーマーユニコーンガンダムのユニコーンガンダムと並べてみるとこういった感じですね。またね、青と緑で特徴的な、色が出てますけれども、背中の部分もですね、こういった感じで違いがよくわかるのではないでしょうか。同じ BB 戦士の企画なのでですね、こう背中の部分を取り替えたりとか、サイコフレームを入れ替えたりとか、そういった遊び方もできるかと思います。続いてですね、このクロスシルエットユニコーンガンダムデストロイモードと並べた状態となります。こうね、頭のサイズとか、足の長さとかですね、少しこう特徴的なクロスシルエットと BB 戦士の違いが、並べるとよくわかると思うんですけれども、いろいろね、こう共通の関節の大きさとかもありますので、例えば頭とかも、交換することができますので、いろいろね、改造の幅とかも広がると思います。はい、続きまして BB 戦士のバンシーとバンシーノルン、この2体と並べた状態になります。アームドアーマーですね、 BS、VN、XC と、こちらですね、2体分の装備が一気についたのがペルフェクティビリティとなっております。はい、続きましてユニコーンガンダム3号機フェネックスとの比較になります。はい、一番大きな違いとして背中の部分ですね、やはりこの接続するアームの形状と、あとスタビライザーが異なっているのがよくわかると思います。こういった感じでですね、こう接続位置によってこうかなり、印象が変わってくるのがよくわかるかと思います。そして次はクロスシルエットですね、クロスシルエットのフェネックスデストロイモードナラティブバージョンとの比較なんですけれども、こうしてみるとこうスタビライザーですねの大きさの違いとか、はい、背中の部分をよく見るとですね、こうアームドアーマー D の形状の違いとかもよくわかるかと思います。はい、こういった感じでですね、こう SD キット手軽に並べて、遊べるっていうのも大きな魅力の一つかと思います。はい、続いてはですね、付属する武器の紹介なんですけれども、ビームマグナム、こちらも付属しております。あとはですね、クリア成形のビームサーベル、こちら、ペルフェクティビリティのもので、フェネックスのものがこちらとなります。サイコフレームであったりクリア成形のパーツの色味の違いがね、こうしてみるとよくわかるかと思います。はい、で今回使用したシールですね、こちらになります。
で目の部分はですね、お好みに瞳のあるものも選ぶことができますので、こちらはお好みに合わせてご使用ください。こちら下の部分にですね並べてますけれども、バンシーのアンテナパーツとかフェイスパーツもね付属しておりますので、こちらお好みでカスタマイズとかでも楽しめるかと思います。はい、というわけで BB 戦士ガンダムベース限定ユニコーンガンダムペルフェクティビリティを紹介させていただきました。こちらはですね11月30日ガンダムベース東京で発売予定となっております。お値段税込みで1980円です。ついにですね BB 戦士で登場したユニコーンガンダムペルフェクティビリティ、お手軽にね楽しめるとてもいいキットだと思います。ユニコーンモードデストロイモード両方楽しめる、初めての方にもおすすめできるガンプラとなっております。今回は BB マイスター若尾がお送りしました。ご覧いただきありがとうございました。